うん、だから理由はわからないと。そうです、あまり人のプライバシーについて聞くのもなんです。そこで諦めました。何か言いたくない理由があるのあるかもしれません。そうだね、ちょっと話題がずれたね。そういえばあの少年は君が目が見えなくなった後の最初の友達？そうです、初めて友達ができた気分は、なんていうか変な気持ちです。私にとってまるで真っ暗な世界に突然光が差し込んできたようなものです。あー確かにそうかお互い無言。ごめんなさい、恥ずかしいことを言ってしまいました。うん、素晴らしい描写だと思うよ。確かにすごい詩的な表現だね。少し間を置いて少女は続けた。彼と友達になった後、生活の中でいろんなものが変わりました。彼はいつも私を外に連れて行ってくれました。私一人だと行けないような場所でした。彼はどの芝生が一番柔らかいか、どこの風が一番気持ちいいか全部知ってます。彼はどの道路が一番車が通るか、どの公園が一番静かかを知っています。彼は私の知らないことをいっぱい教えてくれました。聞く限り彼は本当に素敵な人だね。あなたもそう思いますか？その幸せそうな表情を見たらわかるよ照れてる、かわいい。でも私は思ったんです、迷惑じゃないかって。でも彼は言いました、構わないよ、どうせいつもは一人で来てるから。付き合ってくれる、人がいた方が楽しいじゃん。だから私は安心しました。その少年は他に友達がいないのか？よくわかりません。彼が他の人と一緒にいるのを見たことがありませんでした。この二人結構似合う天気が悪い時や外に出ない時は本を読んでくれました。童話、小説、エッセイ、読書の範囲はすごく広くて、そういえば彼の家にはかなりの、なんだっけ、蔵書がありました。普段もきっと本を読むのが好きなんだね。だと思います。じゃあ君の一番好きな本もしくは文章は？私の好きな本ですか？ん？君の場合まさか私の生涯とかじゃないよね？え？理解できなくはないが、ちょっと年寄り臭くないか？私の偏見かもしれないが、少女は前向きなロマンが満ち溢れている文学作品を見るべきだ。失礼した、やり直そう。好きな本もしくは好きな文章は何でしょうか？なんだか答えづらいですね。ん？私の好きな本は、まさか本当に？違いますよ、森の悪魔です。もう名前からすると童話かな。悪くない、すごく少女らしいチョイスだ。少女の慌てっぷりを見ると思わず笑ってしまった。でも少女はすぐにも、元に戻り話題を変えた。この年になって物語だなんてちょっと恥ずかしいけど、彼が読むお話は好きでした。彼の声が好きで、だから話を聞くのが好きだろ。彼の声は、違ううろたえた。私は別にそんな。よし、また成功した。おいおい、こいつ落ちおくっとるやろ。完全に分かった分かった。もし私の周りに美声を持つ人がいたら、私もお話が好きになるのかもしれないな。本当ですか？一言で簡単に左右される性格だ。それはとても優しくて温かい声でした。あ、チャプター3、忘れることのできない言葉。一つ一つの言葉が私の心を安らいでくれる気がしました。初めて両親以外の人からそんなぬくもりを感じました。それはそれは、絶対に忘れられない声だったんだろうね。そうです。そして彼はその声で一生忘れることのない言葉を言ってくれました。待て、一生忘れることのない言葉？面白い、今回も当ててみよう。ふーん、私の真似をするな。なんかいいじゃんこの二人。 OK、 じゃあセーブします。ステージ3。さあ今回も推理パート入りますよ。推理パートでいいのかな。あの言葉を聞いたとき、私の気持ちはガラッと変わりました。これはもうあの言葉しかないでしょ、選ぶの。あの言葉。さあ、あの言葉。いや、もう一個しかないって、もう甘酸っぱいな、これやろう。こら、よし。告白？違ったのか。いや、なんだよ。ちょっと期待したんだけどな。少女の顔は一気に赤くなった。告白じゃなかったのか。それしか思いつかないのだが。
気持ちだよね。気持ちって私の気持ちは悲しみが変わってなんだろう良くなったみたいなそういう系かな。その時悲しかった？そんなことありません。彼と一緒にいる時落ち込むことなんてありませんでした。じゃああれか、あそっか、彼と一緒にいる時の話か。だったら喜びかな、普通に考えれば。それを聞いた時嬉しかった？あまりにも突然で嬉しいより別に、驚きか。なるほどね。まあまあまあ、まずそうなっちゃうか。それもそうだね。じゃあ驚きいきます。よいしょ。その言葉を聞いた時驚いた？はい、とても驚きました。だってあのことをもう完全に忘れましたから。あのこと、あ、これはまたこの子の過去に関わることだな。あのことは、おっと、質問の追加、時折キーワードに対する質問がまだ空となっていて質問できない場合があります。その時は他の質問をし、情報を手に入れた後に質問が追加されます。へえ、すげえすげえ、どんどん広がってきたよ。じゃああの言葉いきましょう。別れ、別れ、驚く言葉、まさか引っ越すから別れの挨拶とか。あ、違います。別れでもないのか。きちんと考える必要がありそうだ。これなんだろうな、当てずっぽにやってるとあんまり良くなかったりするのかな。あのこと、あのことだよね。目が、引っ越しじゃないって言ってたような気もするんだけど、でも目が見えないか。そのことって前に目が見えなかったこと。あ、違った、近い近い。忘れ、悪いこと忘れたんじゃない？忘れたいというか、忘れたあのことは悪い出来事だった？違うと思います。あれ？あ、でも追加された。あ、でも増えたわけじゃない。あのことで、これが増えない。あの言葉はもう両方やったから、気持ち、気持ちって驚きであってだよね。怒りなわけないもんね。じゃああのことのもう一個やるか。引っ越し、そのことって引っ越したこと。うん、違うよね。そうだよね。忘れ、いいこと。じゃあこっち、いいことであってんのか。忘れたあのことはいい出来事だった。違うと、あれ、あまり考えたくなかった。おっと、これ2つやって次が出るってこと。おお、あのことが追加された。そういうことか。あ、手術。まじ、いい出来事でもなく悪い出来事でもない。もしかして前に失敗した手術のこと。はい、毎回成功するように祈り、毎回失敗するあの手術。そっちに。うわー、どんどん増えてくな、これ。いいなー、面白いで、これで手術が増えて、よいしょと。今までの情報を見る限り、答えはこれしかなさそうだ。もしかしてもう一回手術を受けろとか。そうです、当たったようだ。はあ、そっか。お、これで OK、 来ました。なんかほとんど当てずっぽになっちゃったな。ステージクリア、セーブします。最後までご視聴いただきありがとうございました。お帰りの際は画面下のチャンネル登録ボタンを押してください。あるいは高評価やコメントよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。